皆さんこんにちは。今日は大人気のディオールのアイシャドウを全色レビューしていきます。現時点で公式サイトで定番となっている6色がこちらです。こちらはバックステージアイパレットで1つ6710円です。このパレット1つでアイシャドウ、アイブロウ、フェイスカラー、アイライナーとしても使えます。旅行はもちろん、忙しい日の支度もこれがあれば大丈夫なほど捨て色がないので、デポコスアイシャドウの中でもかなり人気のパレットです。テクスチャーはプライマーやマット、シマー、メタリックなどが入っていて、どの質感もしっとり柔らかくて扱いやすいし、どれもかなり発色がいいので淡くも濃くも調節できます。指の方が濃く発色しますが、ブラシでも十分綺麗に色がついてくれました。どの色も左上のイエローベージュのプライマーがついているんですが、こちらはどちらかというと固めのプライマーで、指の温度で溶けて肌にはとっても馴染みやすいです。しっかり肌に密着してくれるので持ちはかなり良くなります。こちらがプライマーの上から塗ったアイシャドウ、こちらが肌に直接塗ったアイシャドウです。同じ色ですが多少イエロー感が強くなります。匂いもしないし、パッケージも可愛くて配色もとっても可愛い、おすすめのパレットです。デメリットを挙げるとすると、パレットの中で粉が多少舞ってしまうので、プライマーの中に入って少し汚れてしまうことくらいです。それでは全色レビューしていきます。2番のクールはブルベ夏の方におすすめの明るめのモーブやグレーの色味が揃っています。プライマーとハイライターとして使えるシマーのシャンパンゴールド、シェーディングとしても使えるマットのグレーブラウン、シマーのホワイトピンク、シマーのグレーがかったライラックパープル、シマーのピンクがかったダークブラウン、マットのライトピンク、マットのモーブグレー、マットのプラムダークブラウンです。定番人気の配色で、明るめのピンクからくすんだパープルまで入っているので、大人っぽさや上品さがあって、ブルベ夏の方は迷わずこの色を選んでいいかなと思います。公式画像では明るすぎるかなと思っていましたが、実物はしっかり色も出てくれて、私は一番好きな色です。3番アンバーは温かみのあるアイシャドウが好きなイエベさんにおすすめの色味です。プライマーとハイライトとして使えるシマーのイエローゴールド、シェーディングとして使えるマットのオレンジブラウン、シマーのピーチオレンジ、シマーのレッドコッパー、シマーのオレンジコッパーブラウン、マットのレッド、マットのレッドブラウン、マットのスモーキーなダークブラウンという配色です。こちらもずっと人気の色味で、一番似合うのはイエベ秋の方かなと思いますが、明るめのオレンジカラーも入っているので、温かみのある色が得意ならイエベ春の方でもよく似合うと思います。よく SNS で見かけるので、持っている方も多い使いやすい色味だなという印象です。4番のローズウッドは華やかなローズカラーとシックなグレーやパープルが配色された大人っぽい印象のパレットです。プライマーとマットのヌードベージュ、ハイライターとして使えるオレンジゴールド、メタリックのマゼンダピンク、マットの温かみのあるソフトローズ、マットのウッドブラウン、シマーのブラウンバーガンディ、マットのダークプラムブラウン、マットのパープルブラウンです。温かみのあるイエローがかったゴールドとローズカラーに、紫が強めの締め色がセットになっていて、暗い深い色が得意なブルベ冬の方におすすめで、あとはイエベ秋の方でも使いやすいと思います。続いて6番のブロンズです。これは使う色によってカジュアルにも高級感のある感じにもできそうだなと思う珍しい配色のパレットだと思います。プライマーにシマーのグレーがかったコッパーブラウン、シマーのライトベージュ、シマーのライトゴールド、メタリックのイエローゴールド、シマーのオレンジブロンズコッパー、シマーのダークレッド、シマーのダークバーガンディ、マットのスモーキーなブラックです。4番と同じで、暗い色が得意な方なら似合うと思いますが、よりイエベ秋寄りのカラーだと思います。ただ締め色がレッドやパープルが入っていることで、無難なオレンジやダークブラウンだけのパレットではないので、違いのある珍しさを感じる色味を楽しめるパレットです。世代問わず使えて、ちょっとかっこいい感じというか、中性的にも感じる配色だなと思います。7番コーラルは全体的に温かみのある可愛らしいパレットで、コーラル、ピンク、オレンジがメインになっています。イエベ春の鮮やかなブライトカラーが得意な方はこれ一択かなと思います。プライマーとハイライトとして使える繊細ラメが入ったゴールデンピーチ、シマーのコーラルピンク、シマーのコーラルオレンジ、シマーのレッドが強めのピンクコーラル、シェーディングカラーのマットのオレンジベージュ、マットのディープバーガンディ、マットのコッパーオレンジブラウン、マットのソフトウォームブラウンです。可愛さのあるコーラルカラーがメインで、締め色にはパープル、バーントオレンジ、ソフトブラウンが揃っているので、使う色によって季節問わず使える万能パレットだと思います。9番のバーガンディはレッドやパープルが多めで、全体的にダークな色味の配色です。
プライマーと繊細ラメのグリーンがかったイエローゴールド、サテンのソフトブロンズ、サテンのローズゴールド、サテンのレッドルビー、マットのスモーキーブリックレッド、サテンのダークコッパー、マットのダークブラウン、マットのバーガンディです。中間色から新芽色になるような暗めのカラーが多くて、ブルベ冬の方は迷わず選べる華やかさのある色味が揃っています。4番と比べたのがこちら。どちらも深みのある紫が多めのカラーで、ウォームトーンの色も入っていて似ていますが、4番はピンクやグレーの印象があって、9番は赤が強いかなと思います。全色比較したのがこちらです。イエベ春は7番、ブルベ夏は2番、イエベ秋は3番と6番、ブルベ冬は4番と9番をおすすめします。この動画が参考になりましたら、高評価チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。